皆さん、明けましておめでとうございます。ひかりです。神社に来てます。今初詣やってきて、おみくじ引いて吉でした。最初の1年目はおみくじを引かなかったけど、その次から毎年ね、おみくじ引いてるけど、大吉大吉吉吉もうだから運がないんですよ。1年中はもう全部初詣で引いてるからな。だから年末のビンゴは全然当たらなかった。景品もらえなかった。でも当たった人からもらったんですよ、景品、駄菓子。嬉しい。景品もらいたいだけ、ほんま。景品があるから勝負になって、負けず嫌いやからね、そこ負けたくない。勝ち負けちゃうの言われたけど、今日2日だけど、まだまだ人が多い。いつもは、3日に来てるけど、4日からもう仕事やから、もう3日はあんま予定入れたくなくて、今日来た。3日の午後はだいたいもう空いてる、誰もいない。でも今日はまあまあ空いてた。でおみきも飲んだ、もちろん。でこれなんやろな、なんかこの場所よくわからん。前もここで撮ってるけど、ここね、なんかこういうのあるけど、人が来ないからいいな、動画撮れる。へへ。そう、今日っていうか今年、お願い事は、涙をね、笑顔に切り替えること。もうほんま去年つらかったからな。でも今年はな、もっと笑いたい、もっと笑顔したい、もっと楽しいことをしたい。なんか歌ってあった、どっかの誰かが歌ってある。とりあえず帰るからね。今年もよろしくお願いいたします。はい、ではまた、バイバイ。